はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはプロポーズプロデューサーの山中純一さんです。山中純一です。はい、よろしくお願いします。プロポーズプロデューサーなんですね。はい、どんなことしてんのか、まあ、いつぐらいから始めたんですか？まあ、今年から始めまして、うん、まあ、奥さんにプロポーズしたのがきっかけで、うん、始めましたね。はい。で、まあ、友人が、まあ、結構多くてですね、はい、まあ、全国に結婚式出てる中で、うん、まあ、その結婚式の瞬間って、うん、まあ、すごくいいなと思ってですね、はい、まあ、その姿とか見て、はい、まあ、ベタベタですけど人生最高の瞬間っていうのを見るので、うん、はい、まあ、その姿見まして、はい、まあ、女性の気持ちやっぱ大事にしなきゃいけないなと思ってますね。はい、はい、そうなんです。で立ち上げてフリーになられてまだ、まあ、6月そうですね、6月にフリーになられて、はい、まだちょっとなんですけど準備の期間もありましたということでね、はい、じゃあどんな活動をされているのかというところも含めて、はい、今日も3つのキーワードで伺ってまいります。はい、今日はこちらになります。じゃーん、じゃん、女性の気持ちを大切に、ダイヤの話に涙した、プロポーズ結婚式記念日を大切に。はい、今日は3つのキーワードで伺ってまいります。全国の結婚式見てきたとおっしゃいましたけど、はい、どこそこではこんな結婚式だったみたいな、ちょっと教えてもらっていいですか？そうですね。はい、僕一番印象に残ってるのが新潟の結婚式で、新潟って水がね、美味しいんですよ。はい、で、日本酒が結構有名なので、ですね、最初のです幕開けが、うん、鏡割りっていうんですかね。こう樽でですね、はい、よいしょってしながらやったりとか、うん、あとはもう料理も和食でして、はい、まあ、最初から箸が並んであるとか、あ、一番びっくりしたのはキャンドルサービスならぬ日本酒サービスだったんですよね。で、新郎新婦がこう一升瓶持ちながらですね、各テーブルにでっかいマスについてって、はい、そのマスをまたみんなで分けるみたいな、うん、なんか新潟らしい、なんて言うんでしょうね。ああ、やっぱ酒どころは違うなと。酒どころですね。結構僕それは印象に残ってますね。日本酒好きにはたまんないですね。本当ね。新潟良かったですね。あ、私もそういえば以前結婚式の司会で札幌ビール園で結婚式した時に、はいはい、背中に樽しょって新郎新婦がみんな吸いだるってなりましたけど、ね、よくありますね。あれもいいですよね。なんかそれぞれね、こう個性があるっていうので、うん、まあ、すごくなんかいいのかなっていう感じはしますよね。そんなわけでこの女性の気持ちを大切にっていうのが一つ目なんですけど、はい、これどういったあれなんでしょうか？そうですね、はい、僕の、まあ、周り結構女性も多くてですね、うん、まあ、女性のいろんなやっぱり意見聞きますと、はい、でやっぱりこうなんかいろんなことをしてほしいとか、うん、サプライズしてほしいとか、うん、で、まあ、結婚式挙げた人にですね、周りに150人ぐらいにアンケートを取ったんですよね、うん、そしたらですね、結婚式、うん、まあ、結婚した人ですね、はい、で例えば結婚式をまだしてないとか、でプロポーズされてないとかですね、そういう人が実はいてですね、でその人に、まあ、また追加で、うん、それでもされたいですかとか、うん、今でも結婚式したいですかって聞くとですね、うん、結構な人たちがですね、うん、されたいとか結婚式したいっていう意見が出るんですよね、うん、だからそういうやっぱ意見とかも含めて、はい、やっぱりそのプロポーズとか結婚式って、うん、女性のためにやっぱした方がいいんだなっていう、まあ、男性がどうかじゃなくて、うんうん、女性がですね、男性がどうかじゃなくて女性が、女性なんですよ、うん、女性の気持ち大事なので、僕どちらかというと女性脳なので、女性脳 なんですよね。友達も女の子が多い、女の子が多いんですよ。なので、はい、なんか女性の話を聞くと、うん、やっぱドレスを着たいとか、で結婚式挙げなくても写真だけ撮りたいとか、うん、でもちろん結婚式挙げたいという意見も出るので、うんうん、まあ、そういうものとかをこう何か僕の力でね、うん、こうプロデュースできたらなっていうのが、うん、こう今 の源になってますかね、うん、だからまあやっぱり今も昔も変わらないことは、やっぱ結婚式っていいなとか、はい、やっぱ挙げてほしいって人たちもいますし、うん、まあ、親族のみならず、うん、友人とかは結婚したって聞くと、うん、結婚式いつって聞いちゃうぐらいの、うんうんうん、まあ、そんな反射的な反応が出るぐらい、うんうん、やっぱ皆さん結婚式を待ちわびてるので、はい、やっぱり結婚式引いてはそのプロポーズをね、うん、僕はしてほしいなっていうのはすごく思ってますね、うん、どうなんだ今若手代表としてね、結婚式ってしたいもんなの？いや、ご自身はね、はいはい、幸せ、本当に幸せな結婚されたばっかりですけれどもね、はいはい、周
周りの例えば友達とか、はい、まあ、女の子が友達多いって言ってましたけど、はいはい、結婚式なんか今時ダサいよみたいな、あ、そんなお金があったらさヨーロッパ行けるじゃんみたいな、そうですね、なんかそんな感覚なのかなと思うんだけど、どうなんですか。でもそれはでも結構多い意見ですね、うん、特に男性がですね、うん、そやっぱりその、まあ、そこに時間使うのだったら、うん、まあ、あの海外旅行のお金を使おうとか、うん、ハネムーン使おうとかいうのが多いので、もしくは結婚式今ちょっと挙げられる経済状況じゃないわって、うん、だけどどうしても今すぐ一緒になりたいの愛の力でね、そうですねそういうケースから起きてるタイプでなんですけど、でも今はいいけども、うん、じゃあ10年後20年後どうかなっていうのは僕は感じるんですよね。だからまあ今変な話これやっておけばですね、はい、それはやっぱり奥さんにとっても2人にとっても、はい、あのかけがえない思い出なので、うん、それは今できる時にですね、うん、まあ、お子さんとかが増えると、うん、まあ、そういう手間時間もね、うん、増えてしまうので、うん、今できる時にですね、うん、できるんであればちょっとでも無理してですね、うん、男性が頑張ってやってほしいなっていうのは、はい、僕の強い願いですね、うんうん、はい、あのやり方によってはいろいろやりようがあるもんね。そうですね、うん、別にあのそのなんかあのすごいあの準備をしなくてもいいというか、本当、はい、さらっとした言葉でもいいですし、うんうん、普通にレストラン行くでもいいですし、うんうん、何でもいいと思うので、うん、こうその二人に合ったものをですね、うん、やってほしいなとは思ってますね、うん、そうなんですって。だから確かに私もねテレビとか見聞きしてもね、はい、なかなかその今あの結婚もそうだしその手前のお付き合い、お付き合い、そうですね、あの彼女いない彼氏いないが、はい、60%70%の適齢期の世代で ね、そういうようなのをあの見聞きしますとね、はい、これは何かこうちょっとおせっかいおばちゃんの出番かなと、ね、嫌われてもいいからあなたとどうみたいな、そんなのもね必要かなと思うぐらいですけれども、そうです、ね、まあ、あの山中さんはそんなわけで結婚式する人がどんどん今若い人が少ない、はい、ということは、うん、プロポーズもその手前も少ないじゃないのと。そうですね、はい、うん、北海道の男性結構、まあ、引っ込み事案というか、まあ、いわゆる草食系って言われてるので、そうそう草食系、いやそれはねやっぱこういう意見があるんですよ、肉食女子と、いやそうなんですよちょうどいいじゃんみたいな、あの僕ねあの肉食女子だと思ってないんですよ、うん、男性が草食すぎるので肉食に見られちゃうんですけど、うん、僕はそんなことないと思ってるので、うん、あの女性男性がもうちょっと僕は頑張ってほしいなっていう、その頑張りが、はい、個人的にはすごい足んないんじゃないかなと思ってるので、うん、そこはあの男性としてですね、はい、同性にこう、はい、言わせてもらいたいですね、メッセージとしてですね。あ、なるほど、女性は求めてますから、求めてます、絶対に求めてますから、うん、そういうのとかは男性にねやっぱ頑張ってほしいなっていう、うん、ちょっとの努力でもねしてほしいなと思いますね、はい、そうなんですって、はい、そういうところから、始めたこのプロポーズプロデューサーとして、はい、今フリーになられた山中さんなんですけれども、はい、それじゃあご自身どうだったのよってやってる2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです。じゃあじゃん、ダイヤの話に涙した、はい、ということで、じゃあのご自身はどんな感じでプロポーズをされたのか教えてください、はい、僕去年恥ずかしい、でも聞く、いやいや僕言う方も恥ずかしいですよ聞くよ、言って言ってどんなことやったの、いいですか、うん、あの僕去年プロポーズしまして、はい、なんと舞台がテレビ塔を貸し切ってプロポーズをしたんですね。これ結構驚かれるんですけど、あの奥さんの誕生日が近かったので、はい、奥さんの誕生日が1月だったので、はい、ちょうど30歳の、まあ、記念すべき誕生日だったので、あ、まあ、そこに合わせて、うん、まあ、食事をしに行こうとだけ伝えてですね、食事をしに行ったんです。でも実はですね半年前から準備してまして、うん、まあ、こんなことがしたいっていう方を、まあ、プロポーズを演出してる方が実はいまして、はい、その方に出会ったのが縁で、いろいろ相談をしながら、まあ、こんなことがいいんじゃないですかって、で指輪をですね、はい、奥さんから実はあの結婚式にお金使うのでいらないって言われたの実は、うん、あーそう、そうでもプロポーズはしてって言われたので、でも、まあ、いらないと言いながらも、うん、絶対指輪は必要だと思ったので、あの指輪を選びながら、うん、こう男の意地で買ったんですけど、男の意地で買った、男の意地でやっぱ買いましたね、奥さんに内緒で、内緒で、内緒で自分で指輪を買いました。へで、その時にですね、うん、もう聞いた話が僕今でもずっと残ってまして、うん、あのダイヤをあの買ったんですけど、僕実はあのダイヤモンドを買おうかとか実は悩んでたんです、うん、で僕のイメージはダイヤモンドは高くて、はい、キラキラしてるだけっていうか変な話だと思ってたんですけど、はい、実は違ってですね、うん、あのダイヤモンドってあの4つの C ってのが実はあるんですね。4つの C、うん、カラットですね、はい、カラット、うん、でクラリティって透明性ですね、透明性と、でカラー、はい、であとカットですね、カットと、これ4つがあってですね、はい、これ4つの中のあのカット以外の3つはですね、うん、人が手を加えられないダイヤを持ってる原石の素質なんですね、うん、でその中でそのカットがですね一番優れてる、うん、まして、その優れたランクがありまして、はい、一番いいカットがエクセレントってランクなんですよ、うん、でその下がベリーグッド、グッドってのがですね、はい、そのエクセレントのカットまで行きますと、うん、なんとダイヤをですね上から顕微鏡で見るとですね、うん、あの8つのですね、うん、あの弓矢の矢が刺さってるんです、うん、
下がってまして、うんうん、でそれを実は裏から見せてもらう機会がありまして、うんうん、裏から見ると、はい、なんとそこに8つのハートがあったんです。お素敵と思ってですね、うんうん、でもその裏って実はこう隠すじゃないですか、指輪、でこれどういう意味があるかっていうと、あのこのハートはもうあなた以外誰からもこの弓矢の矢で射抜けませんよっていう、うん、なんかね、いやもうロックオンだからもうね、キューピットこういうね、はい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 、いやそれ聞いた時に即決でダイヤ買いますって。予定になかったんで、なかったんですよ、予算オーバーしても、うん、男の意地でそれはもう買ってあげようと思って、それ聞いた時に、僕基本的に泣き虫なので、泣き虫ロマンチストなので、泣いちゃったんですよね、涙したの、これオイラです、涙したの、もう 僕なんですよ実はね、うん、その話を聞いて指輪を即購入して、うん、で当日ですね、うん、奥さんと誕生日ということで食事をしながら、はい、で食事の最後にですね、うん、実はテレビ塔を貸し切ってるんだって話をしてですね、うん、奥さんからしたら何っていう感じなので、うん、でびっくりしてる奥さん横目に展望台に上がってですね、うん、展望台は実は二人きりっていう空間、うん、なんか1階でコンシェルジュが待ってくれて、そう待ってるんです、お待ちしておりました、お待ちしておりました、上までお迎えしますということで、うん、で上がりまして、はい、でコンシェルジュが30分後にお迎えもありますということで、うんうん、30分2人きりってことね、2人きり30分間だけ、ね、あのテレビ塔の上の展望台のところに、そうですね、はい、それを使ってですね、うん、でそこで、まあ、夜景を見ながらちょっとワインがあったので、うん、ワイン楽しみまして、うん、で、まあ、時間になったらですね、うん、その合図があってですね、うん、でその下を見るとですね、うん、実は結婚しようっていう文字が、うんうん、踊り子に雪の中に彫ってあるんです、うん、あのキャンドルが、キャンドルがあってですね、そうなんです、恥ずかしい、いや笑っちゃいますよね、恥ずかしい、いや僕が笑っちゃいますよ、恥ずかしい、そんなことやったのに、やりましたね、準備をしてですよ、自分でよくやったなと思って、それを見せたのが前で、うん、そこで初めて奥さんが、うん、あ今日はプロポーズになって気づくんですよね、はい、うん、それを目にもう横を向いてですね、うん、はい、でもう世界で一番愛してます、うん、結婚してくださいって言ったんですよね、うんうん、でその前のセリフね、うん、全部飛んじゃいました、いろいろ準備してたんですけ ど、もう緊張しすぎてですね、でそんなことがあって、はい、もう初めて奥さん の、はい、あの泣いた顔を見ましてですね、立ち膝でねちゃんとそう片膝をついて、片膝ついた、立ち膝じゃないや、片膝ついてで指輪をこうパカッていうドラマのようなワンシーンを、それも恥ずかしい、ずっとしたかったね、本当それ大成功で、奥さんも、うん、奥さんが泣いてくれて、うん、僕またそれで泣くっていうね、うん、もうそんな感じだったので、それ大成功に終わったっていうのが、涙したっていう話なんですね、そうなんだって、いやこれ僕なんですよ、で普段は僕が泣き虫で奥さんが笑ってるようなカップルなんだけど、ね、この時ばかりは奥さんが涙してくれたっていう ね、はい、そうですね、自分でも本当にこれがあの思い出に残るか嬉しいプロポーズで、はい、これをまああの営業でも使ってるというかそうです、ね、こういうこともできたよと、そう、僕はこんなに喜んでもらったよっていうのを皆さんにお伝えしてるわけですね、でダイヤの話はほとんどしないですね、あもう今日聞く貴重なですね、そうですか、貴重なんですよ、でもここまで深い話はしないの で聞いていただいてよかったですね、あすごくよかったです、なかなかない機会なので、そうなんです、ね、プロポーズプロデューサーの山中さんを迎えしておりますが、はい、じゃあこれからというところも含めて、はい、3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです、じゃーん、じゃん、プロポーズ結婚式記念日を大切に、はい、ということで、ありますね、やっぱりこうプロポーズをちゃんとして、はい、結婚式もちゃんとしてっていうことがね、はい、やっぱりあの幸せにつながるんじゃないか、そうですね、大事にしたいところじゃないかということなんですね、そうですね、うん、でこうまさにこうつながってまして、はい、プロポーズして結婚式挙げてもらって記念日っていう、うんうん、プロポーズして終わりとか結婚式して終わりとかじゃなくて、うん、その後の記念日を大事にしてこそ僕本当の家族かなと思って、うん、結婚してからやっぱスタートだと思ってるので、なるほど、もういくらいいプロポーズしてもですね、いくらいい結婚式してもその後はダメなので、うん、そういう意味ではその全部昨日記念日を大事にしてとは思ってますね、うん、今もしかしたらご覧の方でね、はいはい、私も席入って5年経つんですけど、はい、10年経つんですけど、はい、みたいなね、時流に乗って、はいはい、結婚式も挙げなかったわとか、ありますね、ね、はい、流行ってたし、はい、そうですね、はい、そういう感じで、はい、だけど今となっては挙げたきゃよかったな、はい、私の友達でいますよ、はい、その結婚して5年後ぐらいにね、はい、そこから改めて披露宴した人が子供を連れて、あ、はい、それで私、ね、てっきり妊娠中で子供で面倒で後に伸ばしたのかと思ったら、はいはい、その時は結婚式いらないと思って結婚したんだけど、うんうん、ね、子供ができて娘がお母さんの花嫁姿の写真って言ったって、これまたいいんですよ、うん、これすごくいいんですよ ね、うん、でこれが実はですね、
あのセカンドウェディングって実はあるんですよ。セカンドウェディング、そう、うん、あのこれは別にあのバツイチとかじゃないんですよ。バツイチじゃなくてですね、あのセカンドセミじゃなくてですね、そうかそうか、間違えちゃうよね。現在結婚してる方がですね、はい、結婚式挙げてない、うん、あとプロポーズされていない、していないって方がですね、うんうん、あの改めてするのがセカンドプロポーズ、セカンドウェディングっていうのは、うん、今実はちょっと、まあ、ブーム起きてまして、うん、はい、なのであの今からでも遅くありません。遅くないって、ね、流行ってるらしい。流行ってるんです、うん、で僕今、まあ、頼まれてますのは、はい、11月2日のいい夫婦の日に結婚したカップルがいて、はい、結婚2年目 で、うん、でお子さん生まれてちょっと落ち着くので、はい、でも奥さんに家でプロポーズしたはずなんだけども、奥さんプロポーズされてないよって言われてるっていう話を聞いて、そうなんですよ、結構ありがちなパターンですね。でそれあのレストランで食事しながら、うん、あのさらっとプロポーズしませんかっていう改めて、その意味がですね、はい、あの今までもありがとう、うん、でこれからもよろしくねって意味も込めてするとですね、こうやっぱり思いを形にするってことはすごく、あのできそうでできないことなので、それをやっていただいて、うん、改めてね、はい、あ私は本当にプロポーズされたんだ、正真正銘作ってもらえれば、その二人はこう永遠に幸せかなと思ってるので、全然今からでも遅くないと思ってますし、そうですか、節目じゃなくてもね、別に7年でも13年でもいいと思ってるので、思い立った時にしたいと思った時に、あのした方がいいと思いますね。したいと思わないと、その思いが困らないので、やらされてると思っちゃうとかなので、思いを込めるためには今したいなと思ってる人たちがいるとか、あのご相談だけでもくれれば、2人のこうストーリーとか馴れ初めとかいろいろ聞いて、その2人に合ったもの、あの僕のオリジナルで作ってて、そう、僕のテレビ投貸し機やりすぎなのでやりすぎなんですよ。面白いですね。いや面白いですよ。もう絶対に面白いし、テレビ投そんなに使えるんだと知らなかったけどね。いやでもやりすぎなので普通にさらっとね、レストランで食事をして、うん、で最後にデザートの最後でパカ、あの結婚しようぐらいもいいですし、うん、ありがとうねって、またよろしくねって意味でも全然いいので、はい、もう何でもいいと思ってるので、その二人に合ったストーリーをですね、オンリーワンのなんかそのプロデュースを、うん、あのしていきたいなとは思ってますね。うん、ちょっと下世話な話でなんですけど、はいはい、こうやってプロポーズや記念結婚式やって、結婚記念、はい、5周年だ10周年だ、はいはい、銀婚式だ投稿式だとか、ね、そういうやつをねやっていくと思うと、はい、一つ決めたプロポーズだけじゃなくて結婚式だけじゃなくてっていうと、はい、なんか変な話、はいはい、お葬式一つあったら7周期も10周期そうですね、お葬式すごいですよね例えばですよ、いやでもいや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 、一組あったらその次がもう決まってるじゃないですか、そうそうです、何年何周年何周年ってしたらそこ辿っていけばいいかもしれませんね。そのうちその子供がまたとかね、そうだね、うん、まあ、入ってないですけどね、こう、うん、あの1年ぐらい入るかもしれないですねでもありかなと思うんですよ、うん、あの僕があのプロポーズして終わりじゃなくて、うん、もう結婚してから10年20年経っても、うん、僕とつながってるっていうのは、そうそうそう、僕それは幸せかなと思ってるんで、ご縁でね、ご縁で全然いいと思いますよ、うん、それはやっぱり、はい、なんならそこまでね冠婚葬祭なんかみたいなのが全部つながってるのでありますね、うん、ありですね。でもそんな例えば葬式の時に結婚式のビデオ全部持ってるみたいな、いやありますありますあります、ね、今までの思い出を走馬灯のようにみたいになったら材料あるよみたいな、そう僕あのプロポーズした映像DVD に残ってるんですよ、あ、はい、残すことに価値があると思ってるんですよね。残すとこれ見せられますし、結婚式で流せるし、そうですよ、ね、何よりプロポーズの瞬間で覚えてないので、その二人が見返すためにいいと思ってるので、僕のプロポーズとか演出は残すことを大事にしてます。なので残してあげて後から見返せる、はい、シェアができるってものは、あの他でやってないことをしようかなと思ってますね、うん、そうか、結婚式の映像を残しとくのもいいけど、プロポーズの映像も残しとくと、うん、10年後20年後旦那が冷たくなった時に、はい、あんたがこんなに結婚してしてって言うから私してあげたんですけど、いやそうですねそれはなんかねこうねこう陰謀のように陰謀みたいなできますもんね、違うかな、そうでも大切な場所に保管しておくっていうのはいいと思いますね、うん、そうですね、二人が喧嘩した時とかにちょっとこう見てみるとか ね、うん、そ, うね、そういう意味ではいいと思いますね。ほのぼのコンテンツですね。喧嘩して子供がね、パパとママこれ見てみたいなね、これを見てですね、あ ごめんねみたいな感じで、それもいいと思ってるので、僕は残してほしいなと。ロマンチストな女性のですね。そうなんです、僕だから血がねイタリア人なので、奥さんに20回以上一日愛してるっていうので、でも なんかねこう男性と話してもこう話がこう噛み合わないですよね。で福士さんだけ女子会みたいな感じなので、女子会のすごい、だからなんかねあの共感してくれて嬉しいですね。はい、そんなわけでですね、はい、あの、はい、その人その人 の、はい、あのお話個性を聞いてくれるところから、はい、あの始めるよっていうこと、そういうプランということですので ね、 そうですね、はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。ぜひともネタは僕持ってますので、あの巷ではサプライズ王子って言われてるのでネタ持ってます。もう何でもいいんです、何でもいいので、はい、その方だったらオンリーワンの演出を笑っちゃいますよね、はい
差し上げますね。サプライズ王子にぜひ会いに来ていただきたいと思います。会いに来てください。はい、はい、ということで今日のゲストは、はい、プロポーズプロデューサーの山中純一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。